おはようございます。おはようございます。パンは好きですか？ご飯派ですか？どっちかっていうとご飯ですね、僕。あ、ご飯派。小川さんは何派ですか？パンですね。あ、パン派。あ、パンと。麺が一番好きです。あ、まあまあそれは確かにそうですね。あ、麺取られた、言われた、私麺派なんですよって言おうと思ったのに、先に言われた。実は今日やるアプリがパンの話なんですよ。パンの話。そう、パンの話。お、パンを作ってくるのかな。パンをね、ちょっとどうにかする話なんで、ちょっと早速スタートしてください。はい、お願いします。あ、本当に話だ。少し先の未来、はい、もうすぐ終わる世界の話。世界が悪せ。あー、これなんかこれね、あれ見たことあるようだね。あかんパンじゃないか、これは本当に。あ、ポストアポカリプスベーカリー。ああ、これなんか結構ね、無料のランキングとかの上位に来てますよね。そうそうそう。店長、どこすか店長。こんな感じじゃないと思うんだよな、絶対。まったく、今日はいよいよ開店の日なのに。店長、パン焼くっすよ、工房に来てくださいっす、店長。ちょっとね、うるさいよね。朝にね、聞きたくない声だね。めっちゃこれみんなバッと押したでしょ、今ので。僕も押してます。押さないでよ。押してます。店長、どこ行ったんすか？もう朝っすよ、早く始めると。ちょっと待って、下のやつなんかもダメじゃないの、これ。これもなんか、あれよ、地球最後のパン屋を始める、うん、店長じゃないですか。店長どこに。あ、僕たちが店長かな。かな。自分は何日も前から期待に胸を膨らませたというのに。これよくわからない例えね。ね。まるで焼き上がるパン生地みたいに、ね。どういうこと。あ、膨れ上がるのよ。いや、わかるけどね。そこぐらいなんだよ。でも、もうなんかまた、店長、なんかテンション低いっすよ。バレたね。どう。バレた、バレた。お、あ、おいおいおい。君は誰、うん、パンのさ材料はどこ。パンを焼くオーブンはどこ。あ、まあ、結構ある、まだ。なんでパン屋なんだっけ。なんで、もう。あ、これ無限ループのパターンだ、多分。これバットが15増えた。やめてよ。ただでさえ最近バット多くて悲しいんだから。悲しいからね。グッと押してよ、ね。絶対もそんなこの口のさ、カタ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 っていう感じはもう今みたいなテンションの子だと思うの、これは。わかりました、ね。これ低いな、店長。やっぱりね、ちょっとね、ゲームやりたいんで。まあ確かにね。ちょっと質問終わりで。そうっすか。それじゃあ早速パンを焼くっす、うん、と言っても店長がやることは指示を出すだけっすけど、メニューを出すんで回転を押してほしいっす。回転、はい。あ、なんか減ったね。そっちの回転じゃないと思う。どっち。いや、回転、ほら、くるくるだよ。こっちかな。コンベアの回転の方。いや、多分普通にお店の回転ですよね、これね。あー、いい回転す、ね、緊張するっすね。この枠でパンを埋め尽くすための第一歩数、頑張っていきましょう、店長。はい、頑張りましょう。第一営業日。いいね。回転、回転、いいっすよ。あ、地球だよね、大丈夫。地球じゃないから。本当にパンやこんな感じなのかな。多分そうです。しゃっせー。もうやだよ。やだよ。しゃっせー。確かにね、この文字からすると多分そんぐらいなんですよ。そうだよ、これ。ちょっとそんなに言うとね、やだよね、やっぱり。しゃっせー、初めてお客さんにテンションが爆発しました、まあまあね、しゃっせー。しゃっせー。ちょっとこのお客さんに対してはちょっとね、逃げちゃう可能性はちょっと、ね、ちょっといなくなっちゃう気がするけど、人人っていうか、もう細胞プロ吉田です。あの脳は生身なので、どちらかといえば人間です。なるほど、ね、吉田さん、はじめましてっす。自分はパン屋の方を早く吉田さんにパンを。はい、これ顔ついてる気がするけど、今ショってなんか、ね、これ食パンなのかなって、ね、あ、なるほどね、食パンなのかな、かな、うん、ちっちゃいお子様が大好きなあれではないですからね。ではない、ではない。はずまーす。ひゅーしゃせー。このゲームで私のテンション一応やばいやばい、もう押しそうだもん。もうやめて、やめて、押さないで、押さないで、押さないで。ゲームのせいじゃないのに。いや、でもこれ、はい、俺さんは知らないよ、田中ね。なんなの、田中、吉田に田中、私の好きな名前ばっか、私、吉田田中好きなんで、なんかこういう、なんかみーこさんみたいなお客はちょっとスキップもできるっていうことですね。なんで、なんで、いいじゃん、スキップ、なんでよ、なんでよ、俺さえ売れねえのぞ、てめえ、この野郎、畜生、この野郎、悲しいことの野郎、クリーマーがね、意外と悪い人じゃない、てーちゃん、はじめさん、ありがとうございます。なるほどね、マジでこれ、うるせえわ、自分でもうるせえわ、これね、今のところまだパンをね、ひたすら出してるだけですけど、
違うパンとかもあるのかな、もしかしたら。確かに、じゃないとね、うん、あパンが足りなくなったらどうするの。パン、そうですね、ちょっとこれ気になりますね、うん、あ、その日の営業終わりなんだね。うん、右のやつ量子収束、テグシェード収束式来客予想装置。ちょ、何言ってるか全然わかんないけど、ちょっと何言ってるか分かんない、来客わかるくんっていう、うんうん、何人いるかわかるのかな。あー、なるほどね。ホームくん、別にいなくてもいい。やめて、そんなこと言わないで。みーこさん、別にいない。ちょっとやめてよ。てがちゃーんってこんな感じになっちゃう、私も。やべ、押される押される、やばいやばい、押される。もうちょっとね、ちょっとね、よしよしよし。やっぱね、こういう世界だとパン屋ね、珍しいですね、多分ね、荒廃してる世界。そんな世紀末だよ、見たことないわ。世紀末でロリゾこう吸ってるイメージが。パンを渡して、え、いいの、まあ、よしこには、よしこにはいいの。ちょっとうるさくなかったんで大丈夫です。そういう、はい、あ、まあまあこれ出てくると、スキップされたね、はいはい、誰でしょう、ね、売り上げは200円と、うん、これ何、ひたすらやっていくだけなのかな。だからこれね、実は、はいはい、撮影当日、うん、撮影の日はね、うん、結構ランキング上位にあるゲームだから、うんうんうん、あ、フィギュアゲット。おお、なになになに、これアップデートとかもちょっとチラッと見て、ね、あ、柔らかさ、あ、なになに、食に関してもできるんだ、美味しさ、うん、匂い、まあね、食パンの匂いってね、いいね、焼きたての食パンはね、いいっすよね、本当になんかもう本当美味しそうな匂い、いいよ、カス、なるほど ね、まあ、ね、これでなんだろう、コレクション、こういう、あ、今さっきもらった ね、 なるほどね、こういうの集めていくのかな、ね、なるほどね。戻る、他にもさ、なんだっけ、うんうん、あの表が出てくるかな、表、あ、未登場、あ、こういう人もいるんだ、人も、ね、このさ、ご要望って何、ステータスの、はい、何、最初の、はい、あ、だいぶいるな、あ、クエスト、なんかお願いしてくるのかな。あ、なるほどね、まあ、回転しよう、これとりあえずね、回転してどんどん、え、このさ、ゲージがさ、はいはい、3個減ったらどうなんだろうね、次のステージっていうか話に進むのかな。うん、どうなんでしょうか、うん、よし、今日も回転室、あと一回ミーコさんをスキップしましたけど、ミーコさんをちょっとやめてよ。まあね、一人ね、一人スキップしましたけど、うん、どうなんですか、別に誰に言ったっていい、ね、次しますけど、でもこのお客さん最後に、でもそっか、このお客さんに渡したいからちょっとこのお客さんスキップしてみたいな、うん、え、あ、あの、あ、来た来た来た、サイボーグになって長い吉田さんは脳の感覚を感じる部分が体化、あ、味覚を、ごめんごめん、感覚って言うんだった、感じる部分が体化してるから味がよくわからないです、もし、あ、それでさっきの捨てあげるんだ、ありましたね、はいはいはい、美味しさを、なるほどね、吉田様ちょっと本当に分かりました、じゃあ今パンを売らないです、はい、今パンを売らないです、もうできた、はいはい、店長がやばいやばい、吉田先生押さないで、押さないで、押さないで、もう私この子とし、もうか、もう感じるものが一緒なんだよ、ちょっとごめんね、次売るから、次ね、あ、なにこれ、誰、またミーコさんが来たか、ミーコさんじゃないよね、どこ見てそう思ったの、ね、この見てくれね、うんしげ、しげです、しげでした、ちょっとね、しげさんにね、しげさん、はい、あー、ごめんね、いってらっしゃい、ほらパンセイ、ちょっとうるさいから、なんだ、やばい、やばい、やばい、あはーみーこさんに渡してね、ちょうどね、なんていう、さばくん、今日は面白いアプリでしたね、アプリは面白かったけど、みーこさんは本当にうるさい、マジで、いや、違う違う、私は今日演じてただけだから、ああ、今日演じてただけだから、いつもは別にね、普段のみーこさんはうるさくない、本当に普段のみーこは、お電話ありがとうございます、ファミツアップのみーこです、はい、はい、少々お待ちくださいみたいな感じのテンションだから安心して、さすがにこれ、はい、ということで今日のアプリ、はい、面白かったです、本当に面白かった、まあ結構コレクション要素もあるんで、そうそうそう、うん、ひたすらやってコレクションしたりとかも、ね、もういいし、うんうん、てかあのお客さんの要望に応えていく感じが、なんか本当にパン屋さんをやってる感じ、うんうん、そうですね、どの要望に応えていくのかみたいなのもね、1、ねうん、日絶対売れるなんかパンの個数もさ、うん、結構決まってるし、うん、上げていかないと
あのもっと売れないとかあるから、うんうん、ちょっと面白いなと思いました。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録を忘れずに。それでは明日の7時にお会いしましょう。いってらっしゃい。